ソマリ語、ソマリ語、ソマリ語、AF スモリーは、アフロアジア語族の駆シ諸語に属するソマリ族の言語。ソマリ族の主な居住地である、アフリカ東部のアフリカの核、すなわちソマリア、ソマリランド、エチオピアのソマリ州、ジブチ、ケニア北東部で話される。しかし、ソマリア内戦により、和社が世界中に離散したため、正確な和社数は不明である。 移民を含めて1500万から2100万人いると推計される。文法的には、公着語に分類される。また、主題優勢言語にも数えられ、ただし、動詞の認証変化がある。日本語の、はに相当する、主題主字語、バー、あ、ヤや、ワックスが用いられる。ソマリ語の正確な話者数はよくわからない。ソマリア国内に778万人をおり、 全世界で1265万人いるとする報告がある。一方、オランダのユトレヒト大学の調査によると、ソマリ族の推定人口は1000万人から1500万人である。ソマリア国外の和社の推計は難しいが、それを合わせると1000万人から1600万人程度と思われる。ソマリ語は、バーレ大統領時期の1972年に、 ソマリアの公用語と定められ、標準ソマリ語、スタンダードソマリが定められ、ラテン文字表記法が決められた。1990年代にソマリア内戦が始まると、国内にソマリランドやプントランドなどの事実上の独立地域が作られたが、そこでの公用語もソマリ語とされている。ソマリ語は、ソマリア、ジブチ、エチオピア、イエメン。 ケニアに住むソマリ族及びが使っている。ソマリ語の方言は大きく分けて三つある。北部方言、ベナーディル方言、ベネディア、マイ方言、メイである。北部ソマリ語、北中部ソマリ語ともは、標準ソマリ語の元にされた言語である。ベナーディル方言、沿岸ソマリ語は、ベナディル海岸、コーストのカダレ、キャデールから、メルカのあたりで使われており、シトモガディシュや、 海岸から少し離れたところでも使われている。標準ソマリ語にはベナーディル方言の要素も取り入れられている。マーイ方言はソマリア南部に住むラハンウェイン氏族の氏族ディジル氏族やミリフレ氏族の方言であるがかなり特殊である。最近の調査によるとマーイ方言は他の大多数のソマリ族には理解でないものであった。マーイ方言の特徴は いくつかの死音がないことである。標準語での音が、マーイ方言ではになることが多い。マーイ方言以外にも、ジーボ方言、ダバレ方言、ガッレ方言、中央通二方言などは、ソマリ語方言として、標準語とかなりの差がある。特に、ジーボ方言は特殊性が高い。ソマリ語には22の音素があるが、国際音声記号でいう、喉図が音だけはない。 基本の母音は五つであり、それぞれの母音に、下の前後、音の長端があるので、それぞれを別の音と数えると、二重になる。また、成長にも、高い、低い、下がるの三種がある。染まり語は、公着語の一つである。語形変化も多く、名詞に性がある。他の言語との大きな違いは、認証変化の種類に富み、対象や状況によって様々に変化することである。 名詞の性も、単数と複数とで変化する場合がある。ソマリ語には、借用語が多く、古くは、アラビア語やペルシア語から借用しており、近年では、旧宗四国の英語やイタリア語からの借用が多い。ソマリ族は、イスラーム教寸の派の信仰者がほとんどであり、アラビア語からの借用は、特に多い。例えばソマリ語では扉を、アルバヤブカというが、これは、アラビア語。 アルボブからの釈用である。また、標準ソマリ語が作られた際に、教育目的で多くの信号が作られている。もともとソマリ語にも、独自の表記法があったが、それは長い間に失われ、近年では、と言語の表記法が借用されている。最も広く使われているのが、ラテンアルファベットを使う方法であり、1972年10月には、 バーレ政権が正式に採用を決定した。ラテンアルファベットを使う表記法では、P、V、Z 以外のすべての文字を使用する。正式な表記法の開発には、言語学者のシャイア・ジャマー・アフメドの貢献が大きいと考えられている。ダイアクリティカルマークのような追加の記号は、正門破裂音をアポストロフィで表す以外には使われない。また、二重音字は、DH、KH、 sh の三種がある。前説母音と後下母音の違いは表記上は区別されない。文の始めと固有名詞の一文字目は大文字が使われる。この方法が採用されるまで、染まり語の表記をどのようにするのかの議論があった。議論は1960年から始まり、9年間続いた。表記法を考案するよう指名された、言語学者は12人に上る。最終的に、 シャイアジャマアフメドの案が採用された。シャイアジャマアフメドは自ら自身の考えた表記法の解説書 AF スモリーを出版している。アフメドはラテンアルファベットはアラビア文字に比べてシステムが単純なこと、これまでにもソマリ語表記に使われてきたこと、ラテンアルファベットであればタイプライターなどいろいろ装置がそのまま使えることなどからこの方法が実用的であると提案した。 アフメドの記法が定着する前にも広く使われた、ソマリ語の表記法はあった。特に、アラビア文字を使う方法はよく使われ、その一つに、ワダード記法がある。20世紀になると、オスマン・ユスフ・ケ・ナディットによる、オスマニャ記法、シェイハ・アブドゥラハム・シャイハ・ヌールによる、ボラマ記法、フセイン・シェイハ・アフメド・カッタレによる、カダレ記法などが考案された。イタリアやイギリスが来る前には、 ソマリ族の教養人や宗教家たちは書き言葉としてアラビア語を用いるか、あるいはアラビア文字を使ってソマリ語を書いていた。20世紀初頭に反乱を起こしたサイド・ムハンマド・アブドゥラ・ハッサンは多くの手紙を書いているが、これはアラビア語で書かれている。ソマリアにはマドラサ・イスラーム学校が多いため、アラビア語を学んだソマリ族は多い。 1940年に発見された母名には、アラビア文字を使ったソマリ語が書かれており、ウルドゥー語やペルシア語と共に長く使われてきたことがわかる。ただし、このような例はあまり見つかっておらず、その使用範囲に関しては不明である。数あるソマリア語の表記体系を統一しようとする動きは1920年代からあった。標準ソマリ語は1972年10月10日に、 モガディッシュのサッカースタジアムで公開された。また、ソマリ語の本格的な最初の辞書が1976年に出版された。コムース交番 AF スモリア、ソマリ語小辞典とコムースカ AF スマリがソマリ語辞典である。バーレ政権は、この表記法の理解を公務員の言語試験として課した。さらに、学生を農村に派遣してこの文字体系を教えさせる。 制作が取られたため、1978年までにはかなり普及した。一つの文字体系がこれほど急速に普及したのは世界でも珍しい。日本語、英語を楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。